2日に、3期目ですね、沖縄の3期目かな、わからない人が乗ってるかもしれない結構足伸ばしたな。足結構伸ばしましたね。何時になったかな、これが10ぐらい、やっぱり10ぐらいがいいんじゃない。10ぐらい伸ばして、あとはノーマルと、あ、ノーマルから変えたのは、木と変えたのとで刺すアームをドリパケのやつで長くしてます、で、トーインがこんなついてないですね。前後変えたの？前後変えてます。で、幅広げて、バッテリーも、バッテリーは DIB のやつつけて前の方にですね、バッテリー穴は後ろの方、うまく使ってます。で、サーボの位置は標準に今のところしてる。バックアーマーはですね、余裕がある、で、レバー比をちょっとこう長めにしてます、標準より。長めにしたからだろ。長めにしたからですね。長めにしてます。あとは標準から変えたのはシリンダー、標準がプラなんで PRF のシリンダーに変えちゃうぐらいで、アンプがオルカの R32。 何これ、こういうメーカーがあるの？オルカっていう昔からあるメーカーのやつですね。プロスペックが代理店で取ってます。で、モーターはトップラインのモーターですよ、BM2 の 13.5。 デザイルはこっちも KGX KO ですね。あとはキットそのまんま。